そうです、そうですね。これで、もう納得します。お父さんもそれでやったら取り入れてもらうしかないからですね。そうですね、その場合はそうなってしまうので。まあ、まあ、そういうことでしょ。だから4日間、だって4日間だもん。化粧品から何からって言ってたけど、それどういうこと？多分空のなんじゃないかな、わかんないけど、それだから預かってる。ついてなかった。でもまあついてないっていうんじゃ、多分ここ往復で送んなかったってことよね。いや、そうしてないですよ。それ一回だけでしょ。そうだけど。何が？なんかちょっと怒ってる。ちょっとイラッとしてますね。いいこと？まあそうですね。まあ方言なんだろうけども。塚越さんよね、ちょっと。塚越さん言うか、それ。何を言うって？いや、そういう言い方するか。あ、その、もう全部お願いしますみたいな。まあ、そんな感じの人ではないけど。違うと思うんだよな、俺。でもほら、まあ、往復便で多分なんか置いてったわけじゃないから。うん、預かるときに確認が必要なんじゃないのっていう話で、預かりました、はい、じゃなくて、預かるときに、あれ、これ伝票なくて大丈夫ですかって言って、伝票ありますって聞くのが問題じゃないかなって思うんだよね、伝票ないんだったら。前は伝票ついてたでしょ。ついてた、往復便で。あ、一時今日ほら伝票見て往復だと思って、まあ本当になんか何も言わなかったよさ、うん、あ、じゃあでも聞いたから、これこのまままた送れば大丈夫ですかねって、そうです、そうです、こういう声さんが言ったから、
そうですね、道の駅のアショロってところに今、はい、ちょうどオープンしてたところだったんで、スタンプラリー帳を初の北海道1個目のスタンプをしてきました。ようやくこれで全国の道の駅のスタンプラリー帳が揃いましたね。20度ある。あ、そうか。ちょっと服装間違えたかな、持ってくるの。冬服？いや、わかんないです。なんとも。微妙だよね。夜はでもね。やっぱり、あのリダビエだっけ？何？リダビエっつうんだって。その、ほら、寒の戻りじゃないけど。うん。まあ、行きましょう。うん。そこらしか出ろじゃないの、うん、はい、ということで道の駅アシャロでした。はい、 あれ左だよ。この先しばらく道なりです。
なっちゃって、ちょっと急いでて、そういう口調じゃないけど、デックもちょっと急いでた感じでさ、ほら、バスだったのか、前回の帰りのさ。ね、前回もほら、その日学校終わってから帰るんですって言ってたからって言ってたじゃん。それもちょっとあったのかなとは思うけど。わかんないところ多いですね。うん、足違う、なんだっけ。足よ、あ、違う、足よりじゃなくなって。あ、今言ったのは足音だよ。足音、そう、足音。足よりって言ったの、足を、足音。うん、今、しかも地区名はこれ多分アショロ町アイカップでしょ。アイカップはちょっとないの、ちょっとあってけどね、ちょっとでかすぎる。そういうことやるね。アイカップとかね、書いてあるけどさ、アイカップはちょっと行き過ぎたんだけど。でかくて G ぐらいまでかな。うん、僕 D カップ以上が好きですね。はい。T B C D E F G H I はちょっと行き過ぎだよね、やっぱりね。だよね。I カップはちょっと行き過ぎだ。まあ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 、でもダメとは言わないよ、I カップ。アイカップの女性から迫られたらもちろん OK 出しますよ。今は問題ない。
そういうわけじゃない。でもさ、カップってこれでも、いい読み方って。シミカップもそうだ。そうだけど、ほら、でもこれでもカップに飲む。
そんぐらいです。A B C D E F G E E F ぐらいの。でもバランスいいよね。
薄いね、北海道って。
こいつ。急に臭い。
陸別も出てくるのか。あ、見られるね。右方向です。へえ。でももう朝ごはん別にいいの。10月する。あ、10月とかなの。もっと真冬になってくるかと思って違うんだ。でも10月は寒いか、北海道。へえ。何日かいないとでしょ、多分見られてるの。天文台？あ、綺麗だね。そうなのかな、今なんとか書いてあったカタカナ。発生したんじゃないかって感じがする。あ、オーロラで、うん、へぇ。緯度が低いところのはオーロラ、あの緑とかじゃなくて基本的には赤とかそういう色なんで。おー、へぇ、そうなんだ。だもんだから山火事でも来たんじゃないのかって感じがする。
白黒のちゃんとした牛だったよ。だってなんか一瞬乳牛注意だった。かなりなんなり取り出してもらわないと眠ってしょうがない。でもそれがぶつかっちゃったらこっちがダメに。
出ないとか。なんかそういえば聞いたことあるよね。寒すぎるかな。
じってこと？ダメだ。
Thank you.
だったら入れた方がいいかな。
がどこに目がついてんの？どこを見て走ってんの？視界に入ってないの？だって
ません、代行、支配人の寺崎です。すいません、先ほど、はい、あ、はい、あ、あ、でもクロワッサンまだありますよね、いっぱい。あれ、でもあと2袋とか、あの冷凍庫の方に、はい、あ、でもま、お茶、古賀さんがいる間、あ、はい、はい、そんなにお客さん入ってないんですよね、現在も。在庫はいっぱいありますよね。
ったら、さぬきの阿部さんに電話して聞いてみようかなと思って、大丈夫でした。阿部さんの休みだった。阿部さんの方は、LINE とかしてんだっけ？いや、知らないよ。さぬきのお店に電話するか。うちの前のマスのタヌキだったの？いや、うちの前のいつだか知らないけど、タヌキだったり大阪広方にも入ってたから。ちょっと気になる感じ？そうですね。口の利き方が気になる。まあそこはまあ。この先しばらく道なりです。前のが仕事がでもお客さん相手の商売だったし。だから立ち行かなくなったんじゃない？でまあまあ、まあ、そうだとしてもらまあでも接し方は一応。まあ、問屋さんな感じなのかもしれないけど、家でやってたって言ったし、だから立ち行かない。分かんないよ。だ
あれが字なのかどうかは分かんないけど。安倍さんも長いの休み。安倍さんも長いね。ちょうど俺らと同じぐらいのタイミング。安倍さんは18日ぐらいまで休んでナンバーが増えてきて、
と前に来て。
すごく不安なんですよ、そこが。駅のぐるっとパノラマ三保峠です。すごいね。電話すんの？一応スタンプだけ押してくるけど。配信このまま。ああそうだ。はい、ということで配信本日お疲れ様でした。お疲れ様でした。あとは動画で。